ごいかわいい。なんだこの公園は。ここが高松空港のすぐ横にあるね、公園、空港公園っていうんかな、ちょっと正式名称はわからないんですけど、この後ろ、さやかさんの後ろにさ、管制塔みたいなのが見えるやん、あそこ空港です。で、空港のすぐ北側にある公園で、こうやって遊具があったり、あと多分ね、向こうの方に行ったらグラウンドもあるんかな、サッカーとかできるんかな。はい。で、春はね、あの桜が結構咲く花見の名所にもなってます。いいですね、はい、これでもちょっとさ、ガウディっぽくない？ガウディ、うん、アントニオ・ガウディ。誰だろう、あのスペインのサグラダ・ファミリアの、あの、サグラダ・ファミリアの、うん、ガウディ建築っぽくない？ちょっとモザイクが、うん。で、今日はですね、はい、ローカルの高松空港、はい、もうローカル空港をちょっとね巡ってみようっていう、はい、すぐそこに高松空港あるんですけど、高松空港がどういう感じになってるかっていうのを今日はちょっと、空港マニア目線でちょっと巡ってみようと思います、はい、お願いします、はい、じゃあちょっともうすぐそこなんで空港行きましょう。はい、行きましょう。はい、じゃあちょっと移動してきました。はい、これ後ろにもう高松空港です。はい、高松空港がもう後ろにすぐあるんですけど、今からちょっとね、高松空港の中一周してローカルの空港がどういうものかっていうのをちょっと皆さんに紹介しようと思います。はい、行きましょう。多分さ、羽田とか成田とかさ、関空とかでっかい空港はさ、なんかそれなりに見どころいっぱいあって、あの、まあ紹介 してるのも多いけど、ローカル空港って多分紹介されることないけんさ、どんな感じなんかっていう、どれぐらいの寂れ感なのか、もしくは思った以上に寂れてないのか、はい、それをちょっとね、あの、見に行きましょう。まあ、といっても僕たちはこっち地元なんで、はい、まあよく知ってるんですけど、はい、はい、ちょっと行ってみよう。行きましょう。ご紹介します。はい。この全国の皆さんがどういう印象を受けるか、高松空港。私でもすごい好きな空港です。あ、そうなんや。見やすいし、乗りやすいし、うどんがあるし。乗りやすいのはさ、あの、入り口が少ないけんじゃない、搭乗口が。迷うことがない。迷うことないよね。そこは嬉しい、うん、羽田とか成田迷いますもん。迷うし、あの LCC な、 LCC 乗ったらさ、めっちゃ歩かされるよね。そうな、あ、マラソンみたいなレーンがあって、あれや、成田やろ。そう、成田な。左側で、左です。入ってすぐ到着、到着ゲート。お迎えに来る人たちはまあここで待つって感じ。から出てきますよね。そうやね。あそこで荷物を受け取って、うん、どっか行きたくなりますね。なる、うん、飛行機に乗って。で、あっちの右側が LCC とか外国に行くやつやね。高松はね、 LCC が、はい、国内だったらジェットスターがあります。ここ、あ、これ香港エキスプレスだけど、香港かな。本当だ、いっぱい並んでますよ。見てください、高松空港ってアート作品があるんですよ、うん、そのうちの人。あ、これアート作品だ、はい、ウェルカム、フランスのアーティスト。なるほど。こういうのがちょくちょくある。エアソール乗ったことある？何回もあります。あ、ほんま。うん、便数、高松と韓国の便数がもう朝早いんで、うん、もうそれだけがもうちょっと増やしてほしい。朝早いって何時？8時とかだから2時間前に着かなきゃいけないじゃないですか。あ、6時ぐらいに来んって感じ。そう。で、ちょっと韓国って離れてるじゃないですか。うん、ソウルから。うん、不便なので増やしてください、お願いします。え、これ、はい、こちらの窓がですね、あ、この虹色の窓、
あ、ほんまや、書いてる。ミートルという作品でございます。ほんまや、これもフランス人。2013年って書いてるけど、2013年の時の瀬戸芸の時の作品やな。じゃあ、そうですね。このアート作品がなんでさやかさんこんな詳しいかっていうと、元高松の夢大使やけん、はい、観光大使しとったけん詳しいよね。撮影しました、多分ここで。あ、ここで、はい、このアート紹介。あ、そんな感じで撮影したい。なるほど。多分パンフレットも何年も前の使ってるらしいんですよ、高松。あ、じゃあもしかしたらさやかさんおるかもしれない。持ってるかも。そう、ということで、さやかさんは元高松の観光大使です。ご案内します。あ、これ知ってる？この椅子。椅子は？この椅子。この椅子、この椅子。これですか？これは？これも座ったかも。座った？うん、座ったかも。これわかる？イサムの口に。違う。ジョージ中島。全然違う。この、はい、この高松空港にあるこの椅子は、その座ったさ、リラックスできる感覚さ、金額で言うたら何円、この椅子。15万。答えはね、この椅子100万円。100万円やで、これ。これ100万円で。そう、そう。この100万円の椅子が、こうやって、もう、あの、何個もこう、並べられた。そう、こうやってこう、ご自由にお座りくださいの椅子が100万円。そう、これ、ジョージ中島っていう、香川のアーティスト。そう。失礼いたしました。こちらの方ですか？あ、そう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 。こちらがジョージ中島さんですか？そう、これジョージ中島。あ、この椅子だ。そう。栗林公園にあるある。栗林公園の2階にあるやつも100万円。記念館が、うん、あるんだ。記念館は群れにある。あ、群れにある。うん。磯本口は群れですよ。うん。これをでもさ、みんなさ、100万円と知らずに気楽に座っとるけど、実は100万円。ね、高松、知ってますね。うん、高松来たら、あ、まあ、うん、愛とったらこれ座るんがええかも。ここのさ、ここのコンビニのあの伝説の、こちらはですね、はい、なんと蛇口からあるものが、じゃじゃーん、うどんのだし、うどんスープが出るんです。これまだあるんかな。5時まで。あ、じゃあで、なくなり次第は終了。なくなり次第終了があったら出る。うわ、もう点点しか出んわ。あ、もうなくなったん。これまでも出てきた試しが一回もないんですよ。でも午前中になくなるんちゃうね。午前中でなくなるんやわ。はい、ここね、この蛇口をこれをひねったらうどんの出汁が出て、でここのコップで飲めるっていう蛇口なんですよ。そうやけど、この出汁はなくなり次第終了っていうことで、もう今日はね、多分なくなっとる。で9時から17時までしかないんで、はい、まあでも17時までも持たんのやろうね。うん、でも3時ぐらいに来てもなくないですか？ないよね。俺も飲んだことないわ、一回も。でもいい香りが、いい子だし、コンピラ、コンピラ歌舞伎、この間撮影で、あ、つうかさ、その後さ、さやかさん、あの本物見に行ったんじゃん。ものすっごい良かった。どうだった？もうね、うん、思ったより親しみやすくて、笑い満載で、現代風で見やすい。あの喋り言葉はもう全部分かりやすくなったん。分かりやすいし、思ったよりその舞がもうすごくて感動しました。へえ、もうすごいと思います。空中飛ぶ？空中は飛ばなかったけど、なんかこう一人女役の人が会うときに後ろに 2,3 人がおって持ち上げたりとか、本当に待ってるみたいな、で階段登ったりとか。へえ、そうなんや。感動しました。どれぐらいの近さで見た？え、もうこれぐらい。え、あ、そんな近く？あの、なんでしょう、花道の横だったんで。あ、そんな真横だったで、あの、この細い道覚えてますか？そこ渡って観客席に、その細い道にもこうやって来るんですよ。
あ、演者が？そう、もう渡る演出があって、そうなんや。だからもうじゃあもう手伸ばしたら触れるぐらい、汗も飛んでくるぐらい。じゃあそういう時にさ、おひねり入れたりするってこと？おひねり入れとる人おらんかった。あ、そういうのはないんや、なるほど。ね、それ若い人でも楽しめるんだなって思いました、うん、なるほど。ええ経験やね、それ。本当に良かったです。一回見に行きたかった、近いとこの席から。キャンピラ自体は俺も歌舞伎見に行ったことないけど、ちょっと一回見に行きたいな。意外と見やすかったです。これ、うどんの麺。なるほど。うどんの麺のプニプニしてます。すごいプニプニしてる。うどんの麺をモチーフにした椅子。プニプニしてる。座り心地いい。お前柔らかい。うどん県なんだ。そうだね、香川県は別名うどん県。草間弥生の、お前草間弥生グッズ、ね、これかっこいいですよね。すごいかわいい。キーホルダーこれ、しかも4000円ぐらいでこんな。うまいよね。カートが買えます。かわいい、これ欲しい、ね、このイサム・ノグチ、香川の、有名アーティストイサム・ノグチのこの額に入ってるこのこれ和紙がこういう感じで販売してます。これだけ折りたたんで持って帰るってこと？ボールにしてとか。あ、でも折り線あるけん、あとでピシッてきれいに伸ばしたらああやってきれいに伸びるんかな。これ見本みたいですね。で下のこの和紙はこれが1枚がだいたい5000円ぐらいあって、でこれを5000円で買ってああやってこう額に入れておしゃれに飾るっていう感じやね。あれジャル機よね。ジャル、今あのジャル機がおる間にさ、あの展望デッキからさちょっとジャル機を見下ろしてみる。行きましょう。あ、今ジャル機とアナ機両方おるね。本当ですね。ジャル、アナ。さっきのなんか香港エクスプレスかなんかはもう飛び立ったんかな。あ、4時半って書いてましたね。空港のさ、この屋上とかってさ、まあ、全国の空港そうなんやけどさ、飛行機を撮るなんかカメラファンみたいな、カメラが趣味の人で飛行機を撮る人結構おる、知っとる？さっきいました。あ、おった？はい。あ、ほんま？あ、見てなかった。あ、じゃあ望遠レンズとか持っとんかな。持ってます。あ、じゃあそういう人が、そういう人が撮りやすいようにさ、このさ、網網の穴があるん知っとる？え、ほんとだ。これ？そう、これ。ここからこう。そう。おー。そう、この趣味で、そう、飛行機のカメラ撮りたい人が、こっからレンズをこう出して撮れるようにっていう穴。あ、これそういうものなんですか？そうそうそう。で、こっから見たら、はい、綺麗に見えますみたいな。そう、これ飛行機が実際につけとるタイヤらしいんよ。こんなので？そう。硬い。あ、ここにもお土産売り場あるんや。これ食べたことありますか？え、ない。美味しい。美味しいですよ。カレーうどん。ちょっとピリ辛なんで大人向けですけど。あ、なんか紹介されとる。そう、これ美味しかったです。へえ。私ほぼ全種類の香川のうどん食べたんですよ、お土産の。お土産ので、お母さんと食べ比べした。そう、どれを人にあげたら喜ばれるかなっていうので、大人の夫婦にはこれが1位やねってなりました。なるほど。この動画見た人みんな買うかも。あ、これで一周してきた感じやね。はい、これで一周しましたっていう感じで、結構簡単に一周できる高松空港です。
じゃあちょっとこれで空港の外側から今度ね滑走路の向こう側に行けるんで、そう滑走路の向こう側に行ってちょっと空港を眺めてみよう。滑走路ってこうか。うん、だけど、ま、向こうあっち。どうやって行くんですか。え、行ったことない。はい、じゃあ行こう。え、すごい。結構歩いて行けるんですか。ね、車で行く。あ、ですよね。ですよね。空港の向こう側っていう場所に来ました、はい、向こう側っていうのはもうこっちに来てしまえばこっち側なんですけど、さっきはだけさ、だけさ、あのここ滑走路でこの滑走路の向こう側のあのターミナルにおったよね。そうで、その反対側にやってきました。でこっち側ね、今日はねここね休園日っつってこう残念ながら入れんかったんやけど、あ、飛行機飛び立つ、飛行機飛び立つ。はい、ということで、今回は高松空港、まあローカル空港がどんな感じかっていうのをね、こうぐるっと一周して見てきました。こっちね、芝生の広場というか、この芝生ではないか、普通に草原やけど、アップダウンのあるこう丘がこうぐにょぐにょぐにょってなって、こうずっと遊歩道がね、ずっとこの滑走路沿いをずっと向こうまであるんですよ。だからここ散歩とか遊んだりとかが、まあこの休園日じゃない時だともう自由にできるっていう感じ。うん、でしかもあの遠くの、まあ、この今僕たちがいない方に行くと子供のね遊び場っていうか遊具がたくさんあるエリアもあるんで、親子連れもかなり来てます。はい、そんな感じでローカル空港は、まあ、飛行機に乗るだけじゃなくってこういう、こう遊ぶ場所もありますよっていう感じでした。はい、皆さんどうだったでしょう。どうだったでしょうか。はい、羽田成田とは大きく違うとは思いますが、はい、はい、まあこっちはこっちでいい感じだと思います。はい、はい、ということでまた次の旅でお会いしましょう。はい、さよなら。さよなら、バイバイ。